はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、新たに環境入り確実と言われている超絶ぶっ壊れ的ご紹介していこうと思っておりまして、診断で何のお知らせもなくしれっと追加されておりましたナチュルモルクリケット、このモンスター一言で言うとぶっ壊れです。石津春化粧ナチュルデッキって、あの OCG の方でもめちゃくちゃ強くって、まあそれがねマスターデュエルにも到来したって感じなんですよ。で、これね、このモンスターねイカれてんですよ。まあ、そもそもナチュルデッキって、まあ制圧能力がすごい高いモンスターいっぱいいて、例えばまあ有名なのはナチュルビーストですよね。魔法カードを、まあ、無限に無効にしてくる。で、ナチュルパルキオンも無限にトラップカード無効にしてくるっていうモンスターがいたり、まあするんですけど、これって結構出しにくいことで有名で、まあなかなかね、地属性チューナープラスチューナー以外のそのレベル合わせないといけないので、なんか意外と難しかったりしたんですけども、もうこれがね、やばいぐらいね、ぶっ壊れてて、あ、これとこれだね、これとこれがぶっ壊れてて、で、これ何するかっていうと、1番、2番ありまして、自分が相手のメインフェーズに自分をリリースするとできたらナチュルを出せるということが書いてありまして、まあ要は、リクルーターですね。で、攻撃力が一番高いモンスターが相手のフィールド上にいる場合は、2体出せるっていう効果がありますと。で、これ攻撃力ゼロなんで、大体相手の方が攻撃力高いんですよ。基本的には。なんで、大体これだけだったら2体の特殊感ができると。で、さらに、このカードが墓地と同じ状態で相手がエクストラデッキからモンスター特殊感した場合か、エクストラデッキからナチュルを特殊感した場合、墓地からこれを特殊召喚できるっていう、蘇ってくる効果がありまして、大体こういうモンスターの特徴としては、この効果発動した場合、このカードはフィールドが離れた場合除外されるということが書いてあるんですけど、1ミリも書いてありません。なんでか、こいつは無限に戻っています。無限に。で、ナチュルカメリアっていうモンスター、これが、召喚特殊が成功すると敵からナチュルカードを墓地に送るっていう効果がありまして、ナチュルカードって墓地に送られた場合ナチュルカードをサーチできるこの新世術ってやつがあるんですよ。ちなみにこれも、サーチ効果には1ターンに1度の制限がついておりません。まあ1にはどっちか1つだけど、3番には、1個も1ターンに1度の制限がついていないということで、これを送れば送っただけサーチができると。で、これを使っていく感じですね、この1番では。で、2番で、モンスターゾーンに存在する限り自分がナチュルモンスターの効果発動する場合、リリースする代わりに自分のデッキのキャラカード2枚墓地を送るっていう効果、まあ、片代わりですね。と、相手がモンスターの召喚特殊召喚に成功すると自分の墓地からナチュルモンスターを特殊召喚できるということで、サーキュラーみたいなとこありますね、若干。魔法トラップサーチしながら、ナチュル出せるみたいなことなんで、これ実質ね。はい。で、この2体、を使って展開を伸ばしていくプラス、地属性なんですよね、ナチュルって。なんで春化粧ととっても相性が良くて、でさらに、森と目覚めとかいますので、まあ、自分の墓地に、ね、地属性を送れるということで、まあ、石津とかとも相性がいい。まあ、特にね、石津は今のティアラメンツ環境に刺さるので、で一応相手がねティアラメンツじゃなければ、ケルベクとかアギトの効果を使って墓地壊していけば、まあ、ナチュルの新生児落ちたり石津が落ちたりして相手の墓地を目立っていくこともできるし、で普通にその地属性天使族をサーチできるモンスターもいますんでね、まあ、この辺をサーチできるという感じで相性がいいと。でさらに新しく追加されたこの、魔法カードナチュルの春風、これも、墓地または手札からナチュルを特殊召喚できたりとか、まあ、神経召喚したり融合召喚したりというフリーチェーンで打てるんですけども、作法法なんで、これも単一がありません。もうね、全部にね単一がないんですよ、ナチュルって。いかれてるだろ、どう考えても単一付き忘れくんだみたいな感じですね。はい。で、今回ご紹介したい最強モンスターはこちら、ナチュルバンブーシュート。この最強のタケノコ、これめっちゃ強いんですよ。効果読んでみてください。ナチュルと名付いたモンスターをリリースしたアドバンス召喚に成功したこのカードが、フィールド上に表側表示で存在する限り、相手は魔法トラップカードを一切発動ができません。例えば、まあ、冥王結界派であるとか、まあ、禁じられた一滴であるとか、拮抗勝負であるとか、全ての魔法トラップカードをもう発動ができないんですよ、一切。でも先行でこれ立てればもう相手が魔法トラップを全て手札にあっても全部腐らせることができると。最強ですね。でしかも打点もそろそろ高いということで、これを抜くのはなかなか難しい。でさらに、モンスター効果無効に、できる、まあ、ベーラとか、それから、まあ、サンフラワーみたいなモンスターもいますので、まあ、実質、魔法トラップモンスター効果を無効にできるデッキですね。だ全封殺、まあ、先行番長ですよこれ。使ってみたんですけど、やっぱね、明らかに強いね、このデッキ。パワーを感じるわ。はい。というわけで、ちょっと早速ね、このデッキ分回していこうと思っております。やっていきましょう。デュエル。
スタンバイ。金券、金券はいいですね。もうちょっとハンタそんな強くないんで、ちょっと金券でこれ拾わないといけないですね。これ裏打たれたら墓場でしょ。5年前のデュエリストにさ、今ナチュル環境ですよって言われてもさ、絶対信じないよね。これは展開札がないといけないので、もうトール前提でいかないと勝てないな。ハルケショウはね、めちゃくちゃ相性いいんで、ハルケショウは絶対入れた方がいいですね。で、石津もあの当たり前に相性がいいので、石津も入れた方がいいですし、なかなかに強力です、この一球やっぱり。ハルケショウっていうゲームか、もう増上じゃ無理。もうなんかありえないぐらい特殊な人が無理。向こう。増字重いし、うらら重いので、まあ、普通に誘発めっちゃ刺されますけどね、このデッキ。はい、当たり前に。当たり前体操。まあ、ただ、うららない場合は、まあ、展開自体は通るので、まあ、ちなみに一応これ、春風引いてるんで、森目座を先に、持ってきていきまして、で、ベーラちゃん、かわいい。でこのベーラがめっちゃ強いんだよね。ベーラほど3積みしたいんだけど、ちょっと枠がパンパンすぎて、ちょっと今無理なんですけど、謎の中葉っぱ墓地送って、でここで蘇生したやつ送ればいいので、これは何、オケラ、ミミズだーって、オケラだーって、のこれオケラですか。アメンボだーって、みんな生きているんだ、友達なんだ。懐かしい、この歌懐かしくない？この歌めっちゃ懐かしいわ。崖の頃みんな歌ったよな。で、あのアンパンマンミュージアムに行くとね、この歌使ってショーやってきますよ。はい、最近娘を連れてアンパンマンミュージアムに行った時にこれやってくれました。これ何の話。ナチュルビースト立てるか一応、春風、あ、ちなみにこれは一ターン1の制限ないのやばくないですか、これ。なんか新生児墓地を送った時のサーチ効果もなんか一ターン1の制限ないし、なんかね、一ターン1度って書いてないんだよ、みんな。よくわからないこと起きますよね。さあ、でナチュルビースティングを出して、でナチュルモルクリケットが帰ってくる。まあ、キョンとかゴングラで勘弁しといてやろうかなと思いますね。はい、でこれ一応魔法カードずっと向こうで、一応今、ベーラでなんかフリーチェーンで蘇生できます、モンスターを。でそうすると、まあ、地属性モンスターが5体になるんで、モンスター効果も1回見込んできるみたいな。でもこれ墓穴とか効かないんで、さっさと蘇生しておきましょう。ナチュルカナリアちゃんを墓地から特殊召喚したい。あー、ハルキスはやばいか。いや、まあでも言うてし効果処理陣に向こうにはできるから、はい、早くにして落ちたモンスターの効果あったんで、はい、で送られるのがハウフにスケルドン、オッケー、危ねえ。ケルドンは大丈夫で、ハウフにス効果で、カナリア効果、あ、カナリアじゃん、カメリア効果で、お花さんの効果で、墓地に送るという効果、もちろんナチュルの新生獣で、ハウフにス効果で、ベイラーの効果使用して無効にする。これめっちゃ強くて、地属性がなんか5種類、5体いるとなんか効果処理時に無効にするっていうなんか効果なんですよ。これめっちゃ強くてね。で、ナチュルの、春風持ってきて、で、一応ナチュルモルクリケットが変身できるんで、メインフェン中に。沼地か。あ、OKOKOK。で、まあ、とりあえずナチュルモルクリケットの効果、カメニア効果発動せず。で、これでデッキからナチュル、リクルート。ちなみに、うららは刺さります、普通に。融合は止められますけど。当たり前に。はい、でひまわり出してくる。これ史上最強のひまわりね。これ史上最強のひまわり。このひまわりはモンスター効果を無効にできるっていう、アスクリームは全然無理だね。トラップカードサーチか、トラップカードサーチかって言うか、スクリームの効果を無効にして、アギト、いやでもアギトはさすがに暴発すんな、さすがにね。アギドケルベック一応入ってるんですけど、相手がティアラメンツじゃなければ発動してもいいと思います。これアギド発動しちゃうとなんか暴発して、ね、相手だけめっちゃ展開されるみたいなことが起きるので、こっちも石像落ちる可能性は一応そこそこあるんですけどね。でスクリーンは全然無理ですね。ちょ、うるさいよお前、そんなにぼっち詳しいのか、ほら
お前そんななんか魔法カードバンバン発動するとムドラ落ちるぞ。バカみたいに発動してるけど。お前それは悪手だろアリンコ。ナチュラルビーストの前、いやナチュラルデッキの前で魔法連発して効果発動するのマジでアドソンなんでやめた方がいいですよ本当に。あーオッケーで、ケルドを効果発動を戻す。何戻されてもあんま関係ないな。ムドラか、まあ、一応使った方がいいか。サンフラワーいるから、まあモンスター効果はちなみに2回無効にできるんですよ今。モンスター効果はまだ2回目の無効があって、で、魔法カードをまあ一生無効になっているという感じですね。だからナチュルビーストはね、まあ、ほぼ出る、絶対出ると言っても過言でないわけで出るわ。多分ね、戦闘機とか殺せんじゃねえかな。もういないけどね、もうこの環境で戦闘機使ってるやつ誰もいないけど、戦闘機とかの魔法カードでなんか展開してくるの、魔導とかはもう絶対無理だと思う、勝てないと思う、絶対に。魔法カードに依存してるような一件。とりあえず打点が低すぎるんで打点を作るに行かないといけないですよね、このデッキ。マジ打点低いから、とりあえずパルキオン出していくでしょ。でこれでトラップカード無効なんで相手のサリーカ無効ですね。あー全然無効で、まあ、パルキオンで無効にして、ちなみになんですけど相手ナチュラだったらもう さっさと開いた方がいいですね、サリークは。ドローフェイズとかにじゃないと、なんかナチュラ出てくるんで、そのこれカードの発動無効にするんで、一応効果の発動は無効にできないですよナチュラって。だからさっさと打った方がいいです、表にした方がいいです早くね。で春風効果使って自分の、墓地からナチュラを出します。まあ、一応モンスター効果無効にしないといけないか、モンスター効果無効にしちゃいけないんで、一応こうしまして、まあ、一応ね、ハウフミスが効果発動してワンチャンみたいなのとこあるんで、まあ、これ無効にしまして、でサリーク効果発動を回収ですね。いいよレイノハート、あてかハウフミス落ちてんじゃんもう。ってことは相手発動することないんじゃないか、もう打点を作るにがマジで打点低いから本当に打点低いんですよこの人たち、絶望的にちょっと打点が低いので、一旦ちょっとカナリアちゃん出します。でカナリアちゃん効果発動して、新生児落として新生児効果、これね耐えちゃうの絶対おかしいと思うんだよねこれなんかさナチュルってさ耐えついてない軍団が多すぎない、毎回毎回ターン1ついたいんだよこの人たち。で、まあ、挨拶するのにバロネス出して、まあ一応ね。で、これまだ打点足りてなくて草なんだけど、これ。ちょっと一回エルフ作るしかねえか。エルフ作って、ここで春風出して、で、ナチュラル蘇らして、はい。で魔法魔法無効マン出して、はい、ちょっとそれちょうだい、それもらうわ、ありがとう。うい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 打点作るときだけめちゃくちゃ強引になります、盤面を作るときに。でもどう強くないですかこのデッキ、マジで環境全然あるよね、強えなやっぱこのデッキ動き。でもモルクリケットとかいうこのなんかオケラマジで頭おかしいよやってるのマジ頭おかしいよマジ。ベーラがめっちゃ強い、そしてこれ初手引きたいからね、マジで3積みする説結構あるけどね、これ超強いんですよこの女、この謎の女、これマジ強いから、いやこれ本当にねあるあり得る、三積みはちょっと三積みはやりすぎみたいなとこあるけども、引きたいんだよなかなり。でこれはですねデッキ化テーマに加えるのは森目指すね、まあ、ちょっとハンドコストが結構使っちゃうので、ガジェットみたいに手札が減らずに展開ってのはできないんですけど、まあ十分ですね、はい、まあ こういうとこからアドバンテージ稼げるし、ね、でナチュルカメリア特殊召喚で特殊召喚成功時効果、ナチュルのカードを墓地に送る、で新生児墓地を送って新生児効果、
ナチュルカードをサーチできる。かっこ単一なし。で、ナチュルの、バンブーシュートという段階で、これが最強のタケノコです。はい。で、森メザ効果発動。森メザ効果で自分の手札のナチュルオーブ、ね、ナチュルナーブか。葉っぱ切って、葉っぱを切って、ムドラ落として、で、モンスターと不召喚。で、オケーラ。で、ですね、僕まだ召喚器使ってないんですよね。いきまーす。うわナチュルバンブーシュート今日とかこんがり勘弁しててやるわ。ちなみにナチュルバンブーシュートがアドバンス召喚した状態で存在する場合、相手は魔法トラップカード発動ができません。発動ができないのやばくない？冥王結界派とか、禁じられた人しずくみたいな、なんか拮抗勝負とか、ああいうマックリクだ、一切許しません。はい。強くないですか？無効とかじゃないですよ。発動ができないんで。あまりに強い。レイノハート。あ、強いな。まあでも、一応モンスター効果無効ないので、まあちょっと一応カメリアだけ効果発動します。モンスターが召喚特殊召喚に成功すると、自分の、墓地からナチュラル出す効果で、カメリア効果発動しない。で、これで、モルクリケットで自分のデッキからナチュラルリクルート。で、ひまわり出してきて、で、自分の墓地から、葉っぱソース、葉っぱであるじゃまないけど、魔法トラップカードどうせ発動いないんで。で、ベーラ効果で、地属性5体いるんで、無効。強すぎ。で、レイノハート効果、ナチュルサンクラワー効果でカナリアの効果で、効果肩代わりして無効強ないこれ。ちなみにもう一回モンスター効果無効あります。もう一回モンスター効果が無効があって、でワホトラップカードが発動できないって状態ですよ。相手強すぎる強すぎる。弱点としてはちょっとひまわりがザコなんで、攻撃力と守備力が殴られるっていうね、普通に。それだけちょっと残念なところですけど。まあ一応ティアラメイズだったら、ムドラがいたんで、まあ展開止められるかなと思ったところですね。はい。で、こっからは、あとは、打点を作りに行きゃいいんですけど、ナチュルって本当に打点足んないんでね、ザコしかないから、打点的な問題で。まあ一応、こうかな。まあどうせ、何も打ってこなかったっていうことは、ハウフにしてもないでしょうし、サンフラワーは別にいらないかなといったところで、モルクリケット出てきて、で、ナエカス効果ゾウジーもいらんから切って、自分の墓地からナチュル蘇生、はい、で、はい、4ですね。で、カメリア効果ナチュルカード送る、新生児送る、新生児効果ナチュルカード加えるんで、この春風持ってくる、でビースト出す強すぎるだろこれ。なんかさ、その無限に墓地から蘇ってくるし、ターン位置全然ないし、見た目キモいしこれポイント、見た目キモいってマジうざくない？ナチュルデッキってさ、見た目キモいのめっちゃポイント高いと思うんだよこれ違うこれどういうロック、これ魔法トラップ使えなくして魔法トラップカード無効を立てるの意味わかんないけど、これ意味わかんないはい、大戦ありがとうございました。ちょっとやっぱ高校のまくり方がいまいちあれだけど、まあ言うて、まあ、モルクリケットの効果が通ればね、意外とね、モンスター2体リクルートできてからなんかそっから展開とかね、ランク4とかできるんだけど、まあ、言うてバーゼウスが一番で、いいのかなと思いますけどね、高校まくりは。ナチュル別にナチュルしかないけど、それに関係ないから、まあ、一応地属性の効果使っちゃって地属性しか効果使わなかったから、そこだけ注意だけど、エクソシスターか、なるほど。さあ、イゾルデ、やべえ、どういうこと、
全然フェザーマン、なんだこのデッキ、一体全体君は何をしてるの。ちょっと待って、なんかエクソシスターデッキかと思いきや、なんか盤面が意味不明になってるけど、これどういうこと。はお前これどういうデッキだよ。盤面強すぎるだろ。なんか亀、亀と神出てきたけど、亀と神出てきましたけど、何これ。後に亀と呼ばれる神と、かつて神と呼ばれた亀出てきましたけど、え、お互いに攻撃1800以上と以下のモンスターを特殊化できない、特殊化できねえじゃん。じゃあおい、なんだかのゲボキモロック、強すぎる。1個言わせてもらっていいですか、それ亀いります。